はい、今日はストレージで、選別をプレイしていきます。で、MP7 を使おうと思ったんだけど、今日は HK416、ポイズン使っていこうかな。ガチャで当てた武器ですね。これ強いんで、今日はこれでガンガンキルしていくっていう感じにしていきます。最近これ使ってなかったんだよね。覗いて撃つ。まあなんか全距離対応できるのが強いんだよね。近寄んなくても遠くからでも結構当たるっていうのがいいっすね。さあ、このストレージ割と光線距離が長いんで、こうやって覗いてね、撃ったりしてるのがいいっすね。さあ、ああいうのは MP7 じゃ絶対できないから。おぉ、カード待ちか。そこのカード。もうさすがにいないか。ん？後ろ。おっと、いた、いた。よし、味方がやってくれたか。リロード。いた、二人いる。もう一人、ヘッド抜いて、リロードを挟んでいく。おっと、危ねえ危ねえ。おお、頭、抜いた。あそこ入ってくるか。いない。一応リロード。おっと、手前か。ショットガンにやられてしまう。あの、ショットガン当たんねえんだよな、全然。全然当たんないっすね。おお、びっくりした。頭抜いて、あいつも。あー、投げてるってことは来るか？お、奥に。おー、なんだこれ、狙い放題だな。みんな違う方向見てるし。すげえ狙い放題なんだけど。入ってくるでしょ、ここ。あら。で、また奥からひょこって出てくるんだよ。手前かな？あ、いる。奥にいる。あー、手前も来た。P90 か。P90 いいんだよ。欲しいんだけどさ。なんかウェブガチャなんだっけ、あれ。でしか手に入らない。おっと、上か。上からだね、下か。あ、いた。当てたけど、味方が倒したかな。やばい、無敵。光ってるよ。どこだ？音が聞こえた。あ、左入ったかな。はい。結構、後ろ？あ、味方やってくれたね。もう一人。リードして。おっと、危ねえ危ねえ。危ねえじゃねえや。全然倒せてないし。打ち漏らしね。このヘッドショットした時に打ち漏らすんだよね。よし。爆弾か。あ、当たんねえ。嘘。うわぁ。もったいないね、今のは。見られてるからな。左来るかな。味方。いた。出てくる気ないか、もしかして。おー、見てた。よし、反応が。もう一人出てくる。ははスナイパーめっちゃ撃ってきてるでしょ。めっちゃスナイパー撃ってるでしょ。どんどん、ああ、リスポーン地点から撃たれる。相手ちょっとスナイパー多すぎない？もうちょっとアサルト増やした方がいいんじゃない？
あ、ひで、全然当たってない。ちょっと動きすぎか、こっち。そういう銃じゃないもんな。全然なんか突っ込んでくるタイプのやつがいないんだよな。お前見えたよ。ほら、スナイパー構えてる。構え、どこ向いてんだよ。あんなんばっかなんだよ。待ち系が多い。頭抜いて。お、爆弾。爆死した。あ、でも撃ち始めから敵を殺しきるまでの時間が圧倒的に短いね、この銃。エアレアプス。ヘッドも抜けるし。タムマシンガン基本的に頭抜けないんだよね。ばらけちゃうから。頭ね、狙いよりは、まあ、初弾は撃てるんだけど、頭当てたところで倒せないから。初弾頭で次以降体に当てるみたいなのが、なんか効率がいいんだよね。うわ、外したか。味方倒してた。後ろ。まあ相手ちょっとね、マッチスタイルの人比率が多すぎて、詰められたらもうどうしようもない感じだった。もう全然もう出てきてないじゃん。どうすんだ俺。こんなとこまで来ちゃったよ。おー、いるいるいる。もうなんか全然当たってないし。ひでえ。いた、奥にいた。いや、全然倒しきれないな。まあ、グレーで死ぬし。あ、いるね。横いるね。倒して。よし、やばいやばい。入ってきた。危ねえ。で、また奥にいると。あそこ、あそこちょっと多すぎなんだよな。覗いたら毎回いるんだけど、あそこ。あ、いるいるいる。見えてる、銃見えてる、銃見えてる。バレルが見えてる。バレルって言わないか、あれ。あー、ヒットです。やりますね。しかも終わったかな。ふぅ。やっぱバランスは大事ですね。スナイパーが多いと、こうなっちゃうんだよ。一定量。二人三人かな、いても。あ、久しぶりの HK416 やっぱ使いやすかったな。次行きましょう、次。